私は今インド時間で1時11時半日本時間で5時ぐらいです。ちょっと出かけているところなんですけども、今線路で電車を待ってるんですけども、これ見てください。これ2車線の道路です。2車線の道路で普通に踏切を待ってるんですけど、わかりますか、これ全部2車線を全部埋めてしまってるんです。みんなこの我先に行きたいのでずっと待って、しかも前の女の子はノーヘル。一応インドのルールではヘルメットは着用しないと捕まることになってますけど、横に警察がいますけど捕まえることもありません。でこれが面白いのは、ここから電車が来て電車が行った後、このまま全員両側から埋めた状態で進むので、もうバラバラの状態ですね。ぐちゃぐちゃで、まあ、お互いが通れなくなってしまう状態になります。でインドというのは、運転免許をお金で買えたりしますから、みんなルールを知らないんです。ルール知らずに運転しているので、こういう我先に行くっていう感覚になってしまいます。で聞くと感覚的には競争心というのが働いて、我先にこういう風な形で少しでも空いてたら詰めていって、で最終的に動けなくなってぐちゃぐちゃになるので、渋滞が起きて、でクラクションが鳴りまくるという状況になります。まあ、もう少しちゃんと並んだらね、スムーズに進んで渋滞もなくなっていいと思うんですけど、この辺はインド独特です。日本じゃありえないですね。後ろもこんな感じです。どん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 バイク突っ込んできて、道の両側車も止まってます。電車が来ました。プーッと聞こえてますか。これがインドの電車です。はい、電車が来ました。ちょっとゆっくりです。駅がすぐ横にありますから。これを貨物列車、石炭かな、何かを運んでます。エンジンがかかって、そろそろ出発の準備です。ここからガチンコレースが始まります。はい、最後が行きました。今からガチンコレースです。2車線埋まってます。ここからどうなるのか。次第車が通ってきました。内側の方がちょっと強い状態です。こっちは車が行けてますけど、向こうは車が行けません。警察がいろいろ調整してますけどみんな手振っててくれます。やっとバイクが行ったので2車線になって、こういう状態で進んでいきます。こんな形のインドの踏切の状況でした。また見てください。